演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの濃い味抹茶を食べたいと思います。先日のいちごに引き続き今度は抹茶ですね。これも濃厚なのかな。さあ、ご対面。では、濃い味の出力はイチゴです。これほどすごいイチゴは食べたことありません。いただきます。これは大人の抹茶ですね。すごい。その名の通り、濃厚で苦味の強い抹茶が口中にいろんな食感を届けてくれました。イチゴの時と同様ですが、抹茶は苦味が強いので少し大人向けのスイーツとなっていますね。甘いのが苦手という方でも食べやすいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。